はい、こんにちは、116インズです。トレードデッドライン後初めての動画となります。現地8月1日のトレードデッドラインも過ぎ、今年の夏のトレード市場も幕を閉じましたが、当チャンネルではトレードデッドライン当日には2年ぶりに期限の瞬間までを追う終夜配信を実施しまして、本当にたくさんの方々に見ていただきありがとうございました。ここ数年は期限当日に、例えば去年だったら外が動いたりと大きな動きがあった印象ですので、それと比べたら今年のトレードデッドライン当日の動きはやや穏やかで、サプライズもそこまで多くはなかった印象ですが、それでも皆さんと一緒に盛り上がることができて本当に楽しかったです。今回は毎年恒例となりますが、トレードデッドライン当日印象に残ったことを振り返る動画となりまして、まあトレードデッドラインまでのラスト約24時間くらいで個人的に特に印象に残った出来事等をお話していこうかなと思っています。まずは何と言ってもこれですよね。ジャスティン・バーランダーのアストロズ復帰。メッツはシャーザーをトレードし、さらにバーランダーも動かそうとしている。そしてトレードされる場合は古巣のアストロズが有力候補であるという話は出ていましたが、昨年オフにメッツと FA 契約結んだばかりのバーランダーがわずか半年でアストロズに戻ってくる展開は予想できませんよね。マリナーズファンの私としても、やっとバーランダーの悪夢から解放されたのに、まさかですよ。今季のアストロズ先発陣はガルシアとマカラズジュニアがすでにシーズンアウト、ウルキディは近々復帰予定ですが長期離脱と故障者が相次いでいて、そこに昨年サイヤング賞を取ったバーランダーが帰ってくるのはやはり大きいですが、ただ対価も安くはなかった。バーランダーの残り年俸の半分以上をメッツが負担するとはいえ、アストロズ傘下の中でもかなりの上位のプロスペクト、ドリュー・ギルバートとライアン・クリフォード、2人の有望な外野手を手放すというなかなかのパッケージで、そこまでして欲しかったんだなと。それだったらバーランダーが FA になった時に全力で残せばよかったのではと思わなくもないですが、2年連続の世界一に向けて彼の力はやはり不可欠と改めて思ったということでしょうか。続いて期限当日もう一つ盛り上がったことといえば、タイガースの先発投手エドワルド・ロドリゲスのドジャース行きが両球団間で合意に至ったものの、ロドリゲスがトレード拒否条項を発動してトレードが破談に。昨年の夏もホズマーがトレード拒否条項を発動し、ホズマーの乱として話題となりましたが、2年続けて移籍を拒否する選手が出てきました。もちろん契約に入っていることですので、ロドリゲスは正当な権利を行使したに過ぎず、その理由も家族が住む東海岸に近いエリアにいたいということなので責めることはできませんが、一方でジ・アセジックのケンローゼンタール記者は、ロドリゲス側がドジャース移籍に際してコンフをオプトアウトしなかった場合に、現在の契約に追加で1年と2000万ドルを要求したと報道するなど、家族の事情だけがトレード拒否の理由だったのかは不明です。ロドリゲスのトレード拒否によってドジャースは結局一定レベル以上の先発補強が実現せず、またタイガースも今季オフに FA で退団する可能性があるピッチャーで、全く見返りを得ることができませんでしたので、これは痛手でしたね。またロドリゲスがスムーズに動かなかったことは、期限直前の先発市場停滞の一因だった側面もありそうですかね。続いてトレードデッドライン当日の最大のサプライズは、ホワイトソックスの内野手ジェイク・バーガーがマーリンズへトレードされたことでしょうか。バーガーは今季移籍前の時点で88試合でホームラン25本とブレイクイヤーを迎えている選手で、しかもまだメジャーでのプレー経験も少ないことから、来季以降あと5年間も保有できるという保有権の面でも大変魅力的な選手です。今年の夏のホワイトソックスは主に契約が今季限りの選手を中心に売りに回っていて、長期的な戦力には全くと言っていいほど手をつけていませんでしたので、バーガーを動かしてきたのはやはり意外でした。見返りとして獲得した投手のプロスペクトジェイク・イーダーをホワイトソックスがそれだけ気に入っていた証拠かもしれませんね。一方でマーリンズは打線がややパワーレスな印象がある中で、バーガーでパワーソースを獲得し、そこを強化できたのは良かったと思いますし、マーリンズは比較的投手育成もうまくいっているチームですので、強みを生かした補強とも言えるでしょうか。続いて今年の夏は複数年保有できる先発投手はほとんど動かなかったですね。事前の報道では非常に多くのチームがそういった先発、特に若い先発投手を求めているという話でしたが、そういった選手たちは対価も当然高いため、なかなかトレードがまとまらなかったのかなと。ホワイトソックスのディラン・シースは期限10分前とかになって急にトレードされるかもみたいな雰囲気ありましたが、結局動きませんでしたし、マリナーズのローガン・ギルバートなどの選手たちも同様。唯一の例外を挙げるとしたら、ガーディアンズからレイズに移籍したアーロン・シバーレ。現在28歳のシバーレは今年を含めてあと2年半保有することができ、さらに今季ここまで13先発で防御率 2.34 と高騰していましたので、ガーディアンズとしては今が売り時と判断したのでしょうか。ガーディアンズは見返りとしてレイズのファーストのトッププロスペクトカイル・マンザードを獲得し、マンザードの獲得は後のジョシュ・ベルのトレードにもつながりました。
ちょうどベルの話が出ましたので、もう一つ印象に残ったことを挙げれば、トレードデッドライン当日は不良債権となってしまった選手の契約の整理をトレードをするしないに関わらず行うケースがいくつかありましたね。ガーディアンズとマーリンズは不良債権同士をトレードし、ベルがマーリンズへ移籍し、ガーディアンズには今季ここまで大スランプに陥っているジーン・セグラ、さらにはプロスペクトのカリル・ワトソンが移籍しています。セグラはガーディアンズ移籍と同時にリリースとなっているため、ガーディアンズとしてはプロスペクトをもらう代わりにセグラの契約を引き取りつつ、まだセグラと比べたら復活の可能性が高そうなベルを渡した感じのトレードとなりました。この他カブスが契約が来季まで残っているトレイマンシーニを、マリナーズがコルテンウォンをそれぞれ DFA したりと、今季とうとう復活しなかったベテラン選手たちを見限る動きも見られ、トレードデッドラインはロースター構成が大きく変わる時期でもありますが、それを象徴するような動きも見られましたね。そして最後はマリナーズファンとして特に印象に残ったこと、これはもうポール・シーウォルドとの別れしかないでしょう。マリナーズはシーウォルドをダイヤモンドバックスへ放出し、見返りとして3人の野手を獲得。試合終盤のブルペンの安定感にかけるダイヤモンドバックスにとって、シーウォルドのようなクローザーは頼もしい存在でしょうし、また彼は来季まで保有できる、来季も戦力として計算できる点も大きいですよね。マリナーズに放出した3人もチーム内ではポジションが被っていたりと、必ずしも絶対に残さなければならない戦力でもないため、それでシーウォルドクラスのクローザーを取れたのは良かったのかなと。一方でマリナーズは MLB に近い野手層が薄い中、キャンゾーンは即戦力レベルの外野手ですし、ロハスは今季ダウンイヤーとはいえ復活すれば一定レベル以上のレギュラーになれる内野手、プロスペクトのブリスも AA で結果を残し、来季以降面白そうな存在ではありますので、ブルペンが強いマリナーズが33歳のクローザーで手にした見返りとしては決して悪くはなかったのかなと。とはいえ2021年以降のマリナーズの躍進を語る上で、マイナー契約からトップレベルのクローザーへ成長したシーウォルドは欠かせず、またただ一人2021年のブルペンからずっと頑張ってくれた選手なだけに、寂しさはどうしてもありますよね。シーウォルドはマリナーズファンからも愛され、また本人もシアトルを愛し、チームに残りたい意思を示していたので、こうなっちゃったのは本当に残念なんですが、マリナーズ時代と同様にダイヤモンドバックスファンの皆さんにも愛される存在となってほしいなと心から願っています。ということで、印象に残ったこととしてはこんな感じです。まあ確かに昨年の外のトレードほどのインパクトはさすがになかったですかね。コンテンダーのチームが増えて売り手に回るチームが減りましたので、市場がここ数年ほど盛り上がらなかったのが理由かもしれません。まあとはいえレンタル選手は割としっかり動きましたし、あとはね、記者の方々のツイートも盛り上げてくれましたんで、なんだかんだで楽しかったです。皆さんはどうでしたか？良ければコメントを残していってください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。